よし、やるか。はい、皆さんこんにちは。おもちゃ大好き YouTuber、 ガンガ系 YouTuber、 またです。はい、ということで今日はこの間から放送になりました仮面ライダーリバイスのデラックス変身ベルト、リバイスドライバー仮面ライダー50周年スペシャルセットをレビューしていきたいと思います。なんかもう今日初めて見るんですけど、めちゃくちゃでかいっすね。普通の変身ベルトの倍ぐらいなボリューム感あります。さすがやっぱり50周年スペシャルセットというだけあって、もう重いです。とにかくこのパッケージにもうなんか説明文が書いてありますね。かなりここに普通通常ではなんかこうリバイスドライバーのなんか絵がドーンって載ってるはずなんですけど、なんかここに説明が来てるっていうのがなかなか不思議ですね。仮面ライダーリヴァイと仮面ライダーバイスに変身。あ、リヴァイとバイスでリヴァイスなんですね。はい。で、ボタンを押す。レックスの、あ、ここのベルトには50というね、50周年の文字がありますね。これはただのディケイドですね。仮面ライダー50周年記念のメモリアルブック、変身ベルトヒストリーがドーコンということで、あ、歴代変身ベルトを一挙紹介。うわ、これすごい。なんかやっぱり特別で、なんかフルカラー全22ページのまあ付録もついてるみたいですね。これはすごいな。裏、あ、今回は裏にドーンと載せてるんですね、このパッケージというか。あー、すっごいですね。歴代の仮面ライダーも後ろにいますね。ディケイドもいますね。はい、じゃあ開けていこうかな。ベルト、こんな感じで入ってます。こう見た感じね、配色がなんか仮面ライダーと思わないんですよね。なぜかこういう配色って今までなかったんじゃないかなと思うので、まあ当時ディケイドが出た時もなんかまあピンクだピンクだ言われましたけれども、そんな配色ライダーにもないというふうに結構ね言われた記憶がございますので、まあ、結構これもね、もしかしたら後に定番化してくる、まあ、色なんじゃないかなと思います。あれ、なんかだんだん俺マータンチャンネルとか言いながら結構キャラ普通になってきてない？なってるよね。はい、ということで50周年の文字が、ここに飾られてますね。あ、ここにゼロなんで、ちょっとこれどうにかしてこうギミックが変わるのかな。ちょっといじっていきますか。はい、では電池を入れまして、はい、これでできるんじゃないかなと思います。こちらも押し込みながらつける。おー、すごい。で、調節して、まあ、こうやってつける感じですね。はい、まずここからまあ僕は紐解かなきゃいけないんですけれども、なんかちょっと今日キャラがなんか安定しないな。なんだ、ちょっとマータン忘れてるな。じゃあここからやらせていただきますか。で、50周年、あ、なんかちょっと待って、なんか動くぞ、なんか動くぞ。ね、ここなんかこの左へみたいな感じのマークあるんで、こうかな。あ、すごい。え、うおうおうお、何この立体的な動き、半端ないですねこれ。なんて素晴らしい動きなのでしょうか。あ、ちょっと引っかかる時もありますね。おお、あー、なるほど。これね、撮影の時にきっとね、多分ね、主演の方これで何回も多分変身 NG してるんじゃないかなと思います。この状態から多分これの状態だとスタンプセットできないんで、はい、多分これで変身する準備が整ってるんじゃないかなと思います。で、これに多分スタンプこの上に乗せていくんだと思うんですけれども、うわ、これ本当にこれ本当にこれ印鑑つけたら本当にスタンプできるぞこれ。あー、でもかっこいいですね、この造形とかがこうメタリックな感じがして。で、これティラノサウルスですよねきっと。うん、すごくなんかかっこいいですねこれ間近で見ると。うん、じゃあこれをセットするのかな。じゃあやってみようかな。いきますよ。なんか起きるのかなこれで。うわ、なるほど、なるほど。
この状態だとダメなんですね。止まった。止まるんだ。そうか。ずっと鳴ってるのかと思ったら止まるんですね、意外と。じゃもう一回行きましょう。え？すごい！皆さん、押したら、こんな感じで、スタンプが押されてます。これ、すごくないですか？これ。スタンプ押されてます、これちゃんと。これで、これを回すのかな？いきますよ。もう一回いきます。もう一回いきます。あ、でもすごい、見て。回したらこれ、全く今度、さらな状態になります。うわ、すごい、細かくできてる。じゃあちょっと、もう一回慎重にちょっと掴みますんで、ちゃんともう一回、テイク2、いきます。あ、これで、離していいんだ。で、こっから、いきますよ。で、あ、そうか、ここに入れるのか。ここに多分入れるんだ。俺今変身できた。あ、なんか上にボタンがあった。これを押してなんか違う気がする。台にセットしてベルトにセット。押す、セット、回します。ちょっと待って、気合が足りなかったのかな。私は仮面ライダーリバイス、世の中を守るために編集します。多分ここで変身。ちょっと待って、わからない。お、いけそう。いきます、変身。素晴らしい。なんかね、このね、ベルトが、ベルトというかこのスタンプがちょっとね、もうめちゃくちゃ音鳴りすぎてて、もうベルトがもうオンになってたんじゃないかなって僕も勘違いしちゃいましたね。ここもちゃんとなんかエンベレムになってたんで。いや、すごい連動してるんですね、これ。あ、すごいわ、これ。ちょっともう、じゃあちょっとこれやったんで、次こっち行きましょうか。いきます。こうして、こうして。おっ！バッタッつってる。いきます。すごー。へえ、まあ、ディケイドの時はカードで音声変わりましたけど、今回これスタンプで音声変わるっていうのがかなり斬新ですね。へー、じゃあこのスタンプがじゃあ今後多分いろんな種類が、まあ、出てきて、で、いろんな音声が楽しめるという、変身グッズなんじゃないかなと思います。必殺技の発動ができるみたいなんでちょっとやってみますね。まず通常の変身します。押して、で、これでさらにこれを倒すと
で、からの、お、必殺技出せました。なるほど、必殺技の時はじゃあここがもうマークがなくなるんですね。あとリミックス変身っていうのがありますね。これを倒して、リミックス変身倒しまして、上のボタンを押す。あ、リミックスって言った。で、おお、すごい。これなんか手順によって全然違うんですね。これ難しい。やる手順によって必殺技だったりとか、あとはこのリミックス変身とか、まあそういったものができるんですね。へー。じゃあこっちもあんのかな。こっちもあんのかな。うん、からの、からの、お、なんかできそう、なんかできそう。いきますよ。あー、バッタスタンピングフィニッシュ。からの、あ、リミックスもできるんだ。別売りのデラックスメガドロンバイスタンプで変身。バーディーア、潜るどんどん、用意どん、ドボンメガドロン。通りすがりのハハハハハハハンター。別売り。これが聞きたかった。これね、変身難易度マジで S ランク級ですね。これはなんかデザインめっちゃかっこよくないですか。これテザー考えた人すごいな。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。